ロドニー・ウォレスは、コスタリカ・サンホセ出身のプロサッカー選手。サッカーコスタリカ代表。ポジションは FW。コスタリカの首都サンホセで生まれ、9歳の時に家族と共にアメリカ合衆国メリーランド州、ロックビルに移住。高校卒業後は、メリーランド大学カレッジパーク校に進学し大学のサッカー部でプレー当時のチームメイトにグラハムズ氏。 オマール・ゴンサレスラがいる。2008年には NCWA 男子ディビジョン・アイ・サッカーチャンピオンシップ優勝を果たした。2009年の MLS スーパードラフトにて1巡目に DC ユナイテッドに指名された。2009年シーズン開幕戦のロサンゼルス・ギャラクシー戦でプロデビュー。4月26日のニューヨーク・レッドブルーズ戦でプロ初ゴールをマーク。2010年11月。 ダックス・マッカーティとのトレードでポートランド・ティンバーズに移籍。2015年シーズンには主力としてウェスタン・カンファレンス優勝と MLS カップ制覇に貢献した。2016年1月、ポルトガルの FC アローカに移籍。2016年3月30日、ブラジルのスポルチ・レシフェに20万ユーロで移籍。2017年2月16日、ニューヨークシティ FC に加入。 2011年9月2日、カリフォルニアのスタブハブセンターで開催されたアメリカ代表とのフレンドリーマッチでコスタリカ代表デビュー。さらにこの試合唯一の得点となる代表初ゴールも上げ1から0の勝利に貢献した。ありがとうございます。